pasito y baile moviendo quito. Cogeme este pasito y baile moviendo quito. Dame otro poquito, dame otro poquito. Dame otro poquito, dame otro poquito. Cogeme este pasito y baile moviendo quito. Cogeme este pasito y baile moviendo quito. Dame otro poquito, dame otro poquito.今日はフレンドリーマッチの模様をお届けします。実況は私西岡昭彦、解説は福西崇史さんです。 Thank you. Enjoy the game. このキングアブドゥッダースポーツシティは国王の名を冠したスタジアムです。雰囲気が素晴らしいですね。ホームチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。攻撃的な4-5-1ですね。中盤で数的有利が作りやすくなります。こちらがアウェーチームの先発メンバーです。ディフェンス落ち着いていました。中を確認したい。中の選手にクロスを入れた。このパスはダメでした。通りません。慎重に攻撃を組み立てています。いいクロスだ。これはタックルはボールに行っていないようです。イエローでしょうか。あっと今のでイエロー警告です。ファールで止めるしかありませんでしたか。ちょっと時間が早すぎるのが気になります。ボールパーソンからボールを受け取ってスローインに入ります。クロスを中央に入れた。このボールは相手にクリアされました。エドアルド・ネット、ルーズボールになっています。バルディビア、バルディビア、ショートパスをつなげていきます。相手の動きを見ている感じでしょうか。パスコースにはディフェンスがいます。見事なスルーパス、中にクロスが入った。これはディフェンダーを越えません。ここで大きく前に出します。プレーオンです。アドバンテージを見ているようです。これ来た。気は抜けない展開です。バルディビア、ハッサンムアとファラタ、
ボールをサイドへ振りました。ここは中央の選手にクロス。カリム・エル・アフマディ。シュートだ。もう少しでしたが枠の外です。プレーが止まります。主審がイエローカードに手を伸ばしました。少し危険なプレーに見えましたから妥当な判断かもしれません。これは強い。ボールをしっかりキープ。タッチラインを割りスローインです。ボールは再び外に出てもう一度スローインです。ファハド・アル・ムアンラド。ここは体を張ってボールをキープ。奪われません。このクロスは受ける選手がいません。ここはクリアされました。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。スローインで試合が再開となります。ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。ボールを運びゴールに襲いかかります。前に出しました。危険なスルーパスでしたがしっかり読んでいました。エウシーニョ。ここはインターセプト。しっかり予測していました。田口大志。打ってきた。見事なセーブでゴールを死守。ここでコーナーキックです。セットプレーを生かして1点も勝ち越せるでしょうか。コーナーから中へ。コーナーキックからのセットプレーはキーパーが防ぎました。エル・アーマディ。ファハド・アル・ムアンラド。宮原和也。エウシーニョ。名古屋がコーナーキックを獲得。ボールはゴール前へ。これはカウンターのチャンスです。ファハド・アル・ムアンラド。素晴らしいカウンターでした。惜しくも決まりません。打った。試合中盤ここで先制点が決まりました。嬉しいゴールですね。この得点が試合を大きく動かしそうです。うまくゴール前に走り込んでの得点です。簡単に見えますがここに飛び込むことが大事です。いいゴールですね。違うアングルから見てみましょう。カリム・エル・アフマディ。
ここで攻守が入れ替わります。カリム・エル・アフマディ、さあスタジアムのテンションが上がります。ファハド・アル・ムアンラド、パスが通ります。この人を自由にさせてしまっているのが今日の試合のポイントとも言えるでしょう。There will be a minimum of 3 minutes of added time. 吉田麻也、これはまずいパスでした。ゴールを狙う。ここで同点ゴールが決まりました。これでゲームは振り出しに戻ります。かなり白熱した試合になってきましたね。両チームとも一歩も譲るつもりはなさそうです。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。この角度からも見ましょう。田口大志、エドアルド・ネット、前半終了です。スコアは1対1。前半この選手のプレーがよく効いていました。苦しい前半でしたが、ハーフタイム直前に同点ゴールを決めてくれました。あれで流れは大きく変わりましたよ。後半にも期待しましょう。これはまずタックルはボールに行っていないようです。イエローでしょうか。後半のキックオフ、今度はグランパスボールです。これは残念、ボールを手放してしまいました。サイドから中央を見る。ここでスローイン。ここはスローインのミス、ボールを失いました。これは相手にパスしてしまいました。スローインでのリスタートとなります。バルディビア、このパスはカットされました。
危険な位置です。緊張感が増してきます。ここで折り返したい。ディフェンスは冷静にボールを大きくクリアします。ここで狙う。安定したボールさばきです。ボールを取った。どこへ出すのでしょうか。ハッサン・ムアとファラタ、ゲームを作るパス、またまた通ります。慎重に攻撃を組み立てています。これは見事に奪いました。先のことを考えすぎました。相手にボールを奪われています。カリム・エル・アフマディ、いい形でゴール前まで持ってきました。いいボールでしたが、ここはクリア。シュートは入るか。ここはランゲラクが見事に止めました。エル・アーマディ、ハッサン・ムアとファラタ、吉田麻也、ボールを持ちました。何をするんでしょうか。バルディビア、クロスを上げたい。スローインになります。深い位置からのスローインで再開です。どちらもここで選手の交代があるようです。クロスがディフェンダーに当たりました。あっとこぼれた。このパスは読んでいました。ファハド・アル・ムアラド、このボールはスローイン。監督の指示を受けてピッチに交代選手が投入されます。カリム・エル・アフマディ、泉龍司、シュートだ。ゴール。見事なシュートが決まりました。ここはうまく試合をリードしましたね。ゴール。素晴らしいパスからの得点です。初めてのチャンスらしいチャンスと言っていいんじゃないでしょうか。見事な決定力です。エドゥアルド・ネット、ここはクリアされました。田口大志、カリム・エル・アフマディ、ハッサン・ムアとファラタ、苦しい試合ですが、ホームのサポーターの歓声は大きくなっています。選手たちにもよく聞こえているはずです。このまま黙って負けるわけにはいかないでしょう。走り込んだ味方にスーパース、旗が上がっていますね。ノーゴールです。
観客席から大きな声援が上がります。チームが1点負けているとはいえまだ追いつけると信じているんでしょう。サイドを崩してチャンスを作った。なんとかボールをクリアしました。クリア。さすがといったディフェンスです。スペースに見事なスルーパス。シュートを狙う。このボールは止めただけ。クリアできるか。吉田麻也。気は抜けない展開です。エドアルドネット。キープに出るという手もありますか。コーナーから中へ。吉田麻也。このボールはしっかりキャッチ。カリム・エル・アフマディ。ここでホイッスル。名古屋グランパスが見事な勝利を挙げました。今日のフレンドリーマッチを振り返ってみましょう。チームは敗れる結果。